ボーイズメンは、東海地方出身、在住の男性メンバーで構成された、日本のエンターテインメント集団、歌手グループ、ご当地男性アイドルグループである。略称はボイメン。略表記は BM。2010年に結成。当初は、数十人が在籍する組織であった。2021年8月からは8人組である。この8名は、ヤンケーごと。 マコトという二つの派生ユニットに分かれている。フォーチュンエンターテイメント所属。レーベルは2016年から2021年1月までユニバーサルミュージック内のバージンミュージックに所属していたが、2021年7月発売のニューチャレンジャーから USM ジャパンへレーベル移籍している。名古屋で活動できる男性タレントの育成を目指すプロジェクトとして、 テレビ番組と連動したオーディションを通じて結成。約60人が在籍する舞台演劇を行う集団として指導した。在籍者の離脱が続きながらもメディア出演など活動の場を広げ、名古屋を拠点に歌、ダンス、芝居を基軸に活動する。メンバーは個人で俳優、タレント活動も行う。アイドル的なボーイズグループとして知られることになり、 男性ご当地アイドルの先駆け的な存在と評されることもあるが、基本的に自らアイドルとは名乗らないスタンスである。ボーイズメンには、弟分として BMK、祭りナイン、ボーイズメンエリア研究生、妹分として、小野小町、乙女、ボタンといったグループがある。名前に研究生とつくグループであっても、これらは、 ボーイズメンへの加入や昇格を目標とする組織ではなく、それぞれに独立したグループである。この他に、劇団プロジェクトの劇団ボイメン、東京を拠点としたボーイズメン東京といった活動を休止したグループがある。本校では、これら別グループとの区別が必要な場合、ボーイズメンの現メンバーを公式サイトなどと同じく、一期生と表す。 2021年8月14日以降は以下の8名で構成される。詳細は各期メンバー等を参照。ボーイズメンは2010年6月から9月の間にメテレで放送されたテレビ番組イケメン名古屋と連動したオーディションイケメンプロジェクトから誕生したグループである。ボーイズメンというユニット名は番組が始まった後に名付けられたもので、 それ以前は、イケメン名古屋が、メンバーのことを表す言葉でもあった。後に、メンバー全員の所属事務所ともなる制作会社、フォーチュンエンターテイメントの代表であり、芸能事務所、谷プロモーションの設立者でもある、谷口誠二が、男性版、宝塚歌劇団を構想して創立し、プロデューサーを務めている。結成時は、約60人のメンバーが在籍した。 それ以降の加入者もいるが、早期から多くの脱退者を出しており、在籍者の数は約60人から約40人、約20人、13人、11人、10人と減少している。2017年のインタビューにおいてメンバーが一度でも在籍した人を全部合わせると100人くらいいると思うと答えている。歌やダンスなどを披露するライブイベントを何度か開催した後、 2010年11月に、旗揚げミュージカル公演、ストレートドライブをスタート。2011年8月にスタートした第2弾ミュージカルホワイトタイツが高反応を得るようになり、このホワイトタイツで描かれたヤンキーというキャラクター設定のもとでの活動を展開した。メンバー全員が、変形学ランの衣装を着用して、ユニット全体で、 ヤンキーを体現するようになったのはこれより約2年後、2013年5月にファーストアルバムをリリースした時期からである。2011年から定期的なライブイベントを開催。初期は商店街でのストリートライブなども行っていた。2012年2月14日、フォーチューンエンターテイメントのレーベルフォーチューンレコーズからシングルバリバリヤンキーロードをリリースし、インディーズデビュー。 このシングルの表題曲を歌うヤンケイ後、その弟分、誠と、二つの派生ユニットが結成され、それぞれユニット単位での活動も行うようになった。定期イベントを開催していた場の一つ、マジックシアターが2013年11月から n d p スタジオとなり、舞台の定期公演がここで上演されたほか、ライブイベントを開催する本拠地として2014年9月末の閉鎖時まで、 稼働した。結成から2から3年の間は、舞台やライブの観客が増えない、CD が売れない、知名度が上がらない、といった状態が続いた。数多くのイベントに出演すること、2013年から2014年頃から、グループ及びメンバー個人のテレビ番組出演が増加したことなどによって、東海地区で徐々に知名度を上げ、ご当地男性アイドルグループとして、 メディアに取り上げられる機会を増やした。2014年、新規プロジェクトとして新たに別の劇団を旗揚げしたことに伴い、当時の在籍メンバー11名は、歌やメディア出演を中心に活動するという方向性が示された。2014年1月以降、演劇の定期公演は行っていない。2015年5月27日、シングル、 アークオブスマイル、オマーベラスからリリースし、メジャーデビュー。それから約1年間は、自社インディーズレーベルと複数のメジャーレーベルから CD をリリースし、2016年1月2月に、ボイメン忍者と、ワナビーで2作連続チャートーを獲得。同年にユニバーサルミュージック内のレーベルバージン、ミュージックと専属契約を結んだ。メンバー主演、創出演の作品に、 テレビドラマ、なぜ東道院生なり16歳は彼女ができないのか。映画、サムライロック、復讐したいなどがある。カングリバラエティ番組には2015年2月に日本外資ホールで1万人規模のワンマンライブを開催したボイメン騎士、日本国外向けにも放送された忍者、ボイメン君小流道で修行でござるよう、などがある。二千十五年からタイを中心に アジアへの進出を狙った活動も展開している。泥臭い、暑苦しい、汗臭いといったイメージがグループの特色であると公言している。アイドルグループとして取り上げられる機会を増やし、それが知名度の上昇につながることにもなったが、ボーイズメンはアイドルではないとメンバー自身が言及することもあり、エンターテイメント集団と称している。2011年6月に始まった。 定期ライブイベントにおいて歌やダンス以外にインラインスケートやイリュージョンなどの賞を催しており2013年頃までは歌、ダンス、芝居だけでなくインラインスケートやイリュージョンなどもこなすエンターテインメント集団と称していた2016年このフレーズに対してエンターテインメントグループって何って思うと疑問を呈したメンバーの吉原正人が新たに 町おこしお兄さんというキャッチコピーを提唱。このフレーズは他メンバーの賛同を得て、その後グループ及びプロデューサーの谷口誠二もが積極的に用いるようになった。谷口はスターだったら手が届かない方が夢を見られるけど、彼らは近所の兄ちゃんや友達でいいんですという方針であると説明をしている。結成2年目からリーダーを務める水野勝は2019年に ラジオ番組において、アイドルなのかって言われるとアイドルじゃない気もするしと、発言し、自分たちもジャンルはわからないと10回している。愛知県警察広報大使や名古屋観光特使など、行政と協力した活動も行っている。名古屋から全国へという目標を掲げており、所属事務所は、あくまでも拠点は、名古屋に置き、名古屋に来なければ会えないというスタンスを変えないと、10回する。 全国区の知名度を得た後も、谷口はグループを東京進出させる意思がないことを述べている。結成初期の演劇ユニットとしては何らだ評価を得ていない。加入前に公演を見て、グループ入りを決めた吉原正人や田村悠休でも、演技やパフォーマンスは見ていられないほど下手だった、と感じたという。自ら、アイドルとは名乗らないスタンスではあるが、ボーイズメンはしばしば、 男性ご当地アイドルの先駆け的、草分け的な存在と評される。オリコーンは、同じ時期に、チャートで躍進したダイスやエビダンの超特急、ディッシュ、ラと共に、ジャニーズ、エグザイルトライブ、K-POP と発信を別にする、男性グループの成功例という見解を示したことがある。リアルサウンドは、バラエティや俳優業でも活動するソリリーも、同じく、 東海地方を拠点とするマグ、シー・プリンスとともに、音楽性とタレント性を兼ね備えた、ボーイズグループと表している。ヤンキー風学ラン姿をトレードマークとしている。これは、結成時からのスタイルではなく、結成2年目に上演したミュージカル2作目、ホワイトタイツでの役柄、舞台衣装から派生したものである。谷口誠二は、学ランファッションは、B。 バップハイスクールの要素を取り入れたと述べている。ホワイトタイツ公演時は派生ユニットヤンケイゴのみのスタイルであり、その頃はシンプルな学ランであった。ファーストアルバムのリリース時、ヤンケイゴ以外にもメンバー全員が学ランを着用することになり、学ランは派手な刺繍が施されたものに新調された。その後も何度かの新調を経ている。施された刺繍が和風なものであることから、 これらは和楽ンと呼ばれている。CD ジャケット写真に関しては、ホースシングルからリリースごとに、楽曲のイメージに合わせた新しい衣装を用いており、楽欄姿であることは少なかったが、ユニバーサルミュージックとの契約後は、新婦のリリースごとに楽欄をベースとした新しい衣装を用いている。13人編成以降のメンバーは、全員にそれぞれテーマカラーが設定されている。 ヤンケイゴの5名はホワイトタイツの衣装で使われていた配色がそのままテーマカラーとなった。プロデューサーの谷口誠二は大阪府出身である。芸能に携わる会社の経営を行っていた拠点は大阪や東京であり名古屋や東海地方に特に縁はない人物であった。2009年プロデュースする女性イリュージョンユニットプリマベーラの活動のために初めて 名古屋を訪れた谷口は、名古屋市に対して人口が多い都市でありながら、独自の芸能文化が少ない、エンタメにおいては全く手がついていないといった印象を持った。自身の会社で何かを起こすチャンスがあるのではないかと考えた谷口は、2010年、名古屋発信のエンターテインメント文化の創造、進行を目的としたプロジェクト、名古屋ドリームプロジェクト事業を開始した。 谷口は特に名古屋には男性タレントが少ないということに着目し、さらに東京や大阪では大手芸能事務所の影響力が強いが、名古屋ならばそういったしがらみがなく展開できるのではないかとの考えから、名古屋での男性タレントの育成の場となるグループの創立を構想。誰もやっていないことをと考えた谷口は自身が宝塚歌劇団が好きであったことから、 全てを自分でやるのならば、自分が本当に作りたいものを作る、中心部から離れた場所にあっても、舞台を見るために、全国からファンが集まってくるのはすごいことと、宝塚歌劇団をイメージしたグループの結成を目指し、これに向けた、プロジェクト、イケメンプロジェクトを、名古屋ドリームプロジェクトの第一章とした。この頃に感激した、舞台、ミュージカルテニスの王子様を、ミュージカルのような、 ミュージカルではないような宝塚ともブロードウェイとも違う新しいものと表し、この要素を名古屋ドリームプロジェクトの舞台に取り入れることにした。下手なことは多少は多めに見てもらって、とにかく華やかなもの作ると決め、そのためには人数は60人くらい必要であると考えた。オーディション開始イケメン名古屋放送谷口はプロとしてやっていくためには発表の場がないといけないと。 テレビ番組と常設劇場を持つことを計画。テレビ番組のためのスポンサーを得られなかったことから、自費で、メテレの放送枠を買い取って、オーディション番組、イケメン名古屋を制作。2010年4月16日、名古屋市内の老舗クラブ、オゾンで、番組と連動したオーディションを開催した。田中俊介、平松健人、土田匠など、初期メンバーと称されているのは、 この第一回オーディションに参加した者の,のことである。冷やかしの参加者を省く必要があったために、谷口が個別の面接を行ったが、そこで応募者のほぼ全員を通過させた。5月21日に追加オーディションを開催。6月18日に開催したイベントで、10月にミュージカルの旗揚げ公演を予定していることを発表。谷プロモーションの新人タレントとして、 東京で活動を始めていた小林豊は谷口の意向によりこの6月からプロジェクトに参加した。オーディションを経た約60人がエントリーメンバーとなり、イベントやウェブサイトで実施される人気投票によって旗揚げ公演の出演枠を競うこととなった。6月29日にイケメン名古屋のスペシャル番組を放送。7月7日から 水曜深夜のレギュラー番組として放送された。番組では、ミュージカル上演に向けたエントリーメンバーの姿を追い、引き続きメンバー募集も行われた。7月から、名古屋市中区にある複合施設、サンシャイン栄内の劇場、サンシャインスタジオにおいて、歌、ダンス、芝居を披露するイベント、イケメン名古屋ライブを開催、プリマベーラのイベントなど外部イベントの、 ゲスト出演などもあった。番組出演者による男性集団は、ボーイズメンと名付けられた。イケメン名古やわシニア番組としては、良い視聴率ではあったが、スポンサーを得られないままで、当初予定の1クールから延長することなく、打ち切られた。定期公演スタート初期に公演を行っていた、サンシャイン坂へ。ジェン・ s ドは、約100メートル東の広小路通り沿いにあった。 10月28日、サンシャイン栄で、旗揚げ公演、ストレートドライブの制作発表が行われた。主演に選ばれたのは、田中俊介と小林豊。11月4日、スタッフの審査や観客の投票が配役に反映されるテスト公演をスタート。毎週木曜日が公演日となった。2011年1月6日からの本公演でも、 審査や投票は続き、随時キャストの入れ替えがある方式で上演された。定期公演の他に東京と大阪での公演も行われた。6月30日、ストレートドライブ、千秋楽。谷口が後に何回やっても教わったことすらできない、覚えられないと評した素人集団による、この舞台は工業的に不審に終わった。谷口は後に、 スポンサー獲得に比重を置いていた自身への反省を含めてストレートドライブは失敗してしまったと、ここで早くも存続が困難な状態に陥っていたことを明かしている。6月からは名古屋市中区にある総合施設ジェン・エス・セカンドでジェン・エス・セカンドミュージックライブと称したライブイベントを月1から2回のペースで開催。 歌やダンスのパフォーマンス以外にインラインスケートやイリュージョンなどのショーを行った。在籍者の大量離脱舞台公演も音楽ライブも集客は散々な状態が続いた。稽古場のスタジオがなくなり、白川公演など名古屋市内の公演で練習をすることがここから数年間続いた。公開オーディションによる新メンバー加入もあったが、脱退者が 相次いで在籍者は減る一方であった。11人編成時まで残ったメンバーは後に多くのメンバーが先が見えないとやめていった。谷口も60人の中でやる気が見えたのは半分だけ。すぐにやめた子もいたし、やる気がないのにやめずにうろうろするだけの子もいた。と述べている。メンバーからキャストとして舞台に出演できるのは60人中半分という。 システムであったためにメンバーの中から自分は気に入られていないから選ばれないんだ。どうして演技が下手なあいつの方が選ばれるのかといった声も上がっていた。谷口はたとえキャストとして出演できなくても常に勉強のできる良い環境を与えているつもりだったがそれを理解できている子は少なかったと振り返りそういった不満や口を言う奴は結局辞めていったし時には辞めさせたと ストレートドライブから次の公演、ホワイトタイツに変わる間に在籍者を大幅に減らした経緯を述べている。ヤンキースタイルの確率2011年8月10日、第2弾ミュージカルホワイトタイツのプレ公演がスタート。当時の在籍者数は約40人。10月6日日本公演がスタート。出演者がヤンキー高校生に奮したこの公演が好評を。 え始めたことにより、ボーイズメンはこの、ヤンキーというスタイルに活路を見出した。谷口の指名により、当作主演の水野まさが、ボーイズメンのリーダーに就任した。12月から、名古屋市中区山町にあるビル、ビカム栄内のダイニングバー、マジックシアターにおいて、定期イベントを開催。12月25日、アートピアホールで、初のホール会場での単独ライブ。 ボーイズメンドリームライブ2011を開催した CD デビュー派生ユニット結成2012年2月14日ホワイトタイツのメインキャスト5名による派生ユニットヤンキー5人組による同作の劇中歌を表題曲としたシングルバリバリヤンキーロードで CD デビューミュージカルの楽曲制作を担当していたユミコがここから ボーイズメンの CD の楽曲プロデュースと大半の作詞も担う。2月16日、本田剛文をリーダーとする若手メンバー5人組ユニット、マコトが結成された。4月12日、ホワイトタイツ先週落。この公演期間中に在籍者は約20人にまで減った。7月28日、ヤンケイごとマコトそれぞれの楽曲による両メ面のセカンドシングル。 変わらないストーリー、レディレディーをリリース。同じく7月から、誠が名古屋テレビ等の PR キャラクターに就任し、毎週末に同所特設ステージでの無料ライブを開催。同時期に東京、ジョル原宿での定期ライブ開催も始まった。ヤンケイごと誠に所属していないメンバーによるユニット、チーム S もライブ開催などで活動した。9月9日。 テレビ等のライブに450人以上を動員というノルマが課せられ、それを達成できなければ解散と通達されたが、当日は約540人を動員して解散を免れた。NTP スタジオオープン10月21日、第3弾公演、ホワイトタイツ2プレ公演がスタート。公演の場をサンシャインスタジオから定期イベントを開催していたマジックシアターに移した。 11月18日、マジックシアターが NDP スタジオとなり、ホワイトタイツ2プレミアム公演がスタート。100人規模の NDP スタジオでは、舞台公演の他に週4から5回のライブやイベントが開催され、ボーイズメンの本拠地として稼働した。2013年2月、ホワイトタイツ2名古屋本公演上演をもって、同公演の先週落。5月4日、 ファーストミニアルバム、ヤンキーロードをリリース。このアルバムのアートワークにおいて、ヤンケイゴ以外のメンバーも、学ラン姿になり、メンバー全員の、ヤンキースタイルが完成した。5月6日、渋谷 WWW で、東京では、初となる単独ライブを開催した。13人編成へ2012年から在籍者数は、約20人と言及されていたが、2013年後期から、 13人と人数が明言されるようになった。2013年秋、初期から外部舞台の出演が活発であり、前年にソロ CD デビューを経ていた小林豊が仮面ライダー鎧部外務に主人公のライバル役としてレギュラー出演。辻本達則がローカルドラマ黄金シャチ伝説グランスピアーの主演に選ばれ、 同時期に2名の特撮ドラマのメインキャストを輩出した。9月1日、新メンバー候補、2期生のオーディションが始まった。これに伴い、既存のメンバーは、1期生と呼ばれるようになった。10月18日、第4弾公演、リターナーがスタート。11月5日に、ゼップ名古屋で単独ライブを開催。12月18日、メテレで、 初の冠バラエティ番組が放送された。定期公演終了。メディア出演の増加2014年1月13日、リターナー俺たちの幕末遺伝完全版をもって、リターナー公演が終了。これ以降、一期生は定期公演という形での演劇公演を行っていない。4月8日、初の冠レギュラー番組、ボイメン騎士がスタート。 この年の4月期に11本のテレビラジオのレギュラー、出演番組を持った。ボイメン騎士では2015年春に日本外資ホールで1万人規模のワンマンライブを開催することを目標とした。夏には東名阪で初のコンサートツアーを開催した。新規プロジェクト指導、13人から11人へ2014年夏、新規プロジェクトとしてボイメン劇団 S と 東京を拠点に活動する東京版ボーイズメンの結成を発表。ボーイズメンのプロジェクトは歌やメディア出演で活動するメインメンバー11人と芝居を中心にした劇団の2つの軸で活動を行っていくという方向性を示した。チーム S のメンバー2名はこの劇団プロジェクトの所属になり、ボーイズメンは十一人編成となった。秋、二期生メンバーが ユニット、ボーイズメン研究生として独立した。9月30日、NDP スタジオが閉鎖。2018年2月に、同スタジオが復活するまでの間、一期生は、常設劇場を持たずに活動する。10月から12月の間、小林豊が主演、メンバー11名総出演のテレビドラマ、なぜ東道院生なり16歳は、彼女ができないのか、が放送された。 2015年2月28日、ボイメン騎手の企画で進められていた1万人、ワンマンライブ、夢の1万人ライブで重大発表。俺、卒業します。お開催。メジャーデビュー5月27日、12th シングル、アークオブスマイル、オマーベラスからリリース。これが、メジャーデビュー作品となり、オリコン週間チャートでは6位を記録した。同じく5月には、 初のメンバー総出演の映画、サムライロックが公開された。8月、名古屋市中区大須にコンセプトショップ、ボーイズメンショップカフェを開店。このショップはイベント開催の場としても展開していくと発表された。2016年初頭、翌2017年1月に日本武道館で単独コンサートを開催することを発表し、全国制覇という目標を表明した。 1>, 1月6日リリースの15スシングル、ボイメイン忍者で初のオリコンチャート主位を獲得。2月3日リリースの16スシングル、ワナビーで2作連続、2ヶ月連続で主位を獲得した。11人から10人へ、メジャー専属契約3月17日、前年末から休業中であった若菜太式が役者の夢に向かい、ゼロからチャレンジしたいという理由により、 同月末日付で脱退すると発表。4月1日から、ボーイズメンは10人で活動する。6月、グループの軌跡を描いた映画、ボーイズメン、ワン・フォー・オール、オール・フォー・ワンが10月に公開されることを発表。バージン・ミュージックとの専属契約が決定したことも発表され、その第1弾シングルとして、8月24日に映画主題歌。 ヤマトダンシングをリリースした。リリース初週に20万枚以上のセールスを記録した。8月から名古屋市中村区のシネマコンプレックスミッドランドスクエアシネマ2で定期イベントボイメンワールドを開催。11月に第58回日本レコード大賞において新人賞を受賞。12月リリースのアルバムイフードード BMCA で初のアルバムチャートシーを獲得した。 日本武道館、公演、47都道府県ツアー2017年1月7日、日本武道館での初のワンマンライブ、ボーイズメンライブ2017イン武道館、ワン・フォー・オール、オール・フォー・ワンを開催。2月から5月の間、約3ヶ月で47都道府県すべてを回る、コンサートツアー、社長が行ったから有限実行。ボイメン47都道府県ツアーを行った。 常設劇場の復活2018年2月1日、ビカム、栄の5階に、所属事務所が設立した300席規模の劇場、BM シアターをオープン。同時に、2014年9月に一度閉鎖となった、ドービル6階にあった、常設劇場、NDP スタジオが復帰した。これらの劇場は、フォーチュンエンターテイメント所属のタレント以外にも貸し出す、胸を示している。 BM シアターの小ラ落とし公演として第2弾公演ホワイトタイツの再演を行った2月に愛知県体育館で開催したライブにおいて結成史上最大規模となるドーム公演を名古屋ドームで開催することを発表した5月にリリースしたシングル進化理論で約2年ぶりにシングルジャートシ位を獲得夏から秋にかけて派生ユニットのヤンケイごと誠に 別れて、全国ツアー、ボーイズメン全国ふつはじぎりツアー、初心者上等、とにかく一遍来てみやー。を開催し、12月にメジャーからは、初のベストアルバム、ボーイメンザベストをリリースした。名古屋ドーム公演2019年1月14日、名古屋ドームにおいて、単独公演、ボーイメン名古屋夢祭り突っ張り町おこしお兄さん、最強列伝を開催。 2020年にアリーナツアーを行うことも発表された。3月に田中俊介が体調不良を理由にグループとしての活動を一部休業することを発表。田中は音楽活動やグループのレギュラー番組出演などを休止して5月に田中が不参加の9人体制でシングル頭の中のフィルムをリリースした。6月に誠が初のユニット単体のシングル ホルティシモホルティシモをリリースして、ライブツアー、ボーイズメンマコゼップツアー2019元気、いっぱい全国大冒険を開催した。田中俊介、土田匠の脱退ボーイズメンは、田中不在の9人体制で、9月から11月の間、新喜劇を取り入れたツアー、ボーイメン劇場令和旗揚げ公演を開催した。11月30日に、田中が、 グループ脱退を発表。田中が1年ほど前から適応障害の治療を行っていたこと、その回復の兆しが見えずに話し合いを重ねた末に脱退の運びとなったことを公表した。12月にリリースした9人体制発となるシングル、g u t t o トン o はオリコンシングルジャートシーを獲得した。2020年3月、東京サンシャイン劇場において、 ボーイズメン研究生、祭りナイン、ラ兄弟グループと合同の舞台、ボイメンステージ諦めが悪い男たち、ネバーセイネバーを上演。新型コロナウイルス感染症の流行に伴う、東京都の外出自粛要請を受けて、上演期間を縮小し、先週楽は無観客公演の配信を実施した。また、4月から5月の間に開催が予定されていた、全国ツアー、 バリバリパーティーの一部延期を発表した。8月上旬、所属事務所の社員及び、祭りナインのメンバー数名が、新型コロナウイルスに感染したことを受けて、数日間活動を自粛。9月8日、土田匠について、数ヶ月前から、心のコンディションがあまり良くなかったと公表し、土田が当面の間休養することを発表した。12月22日、水野勝る。 小林豊本田剛文、伊佐無章、吉原正人が新型コロナウイルスに感染したことが公表される。25日、辻本達則の感染を発表。2021年1月2日、水野正人、小林豊本田剛文、伊佐無章、吉原がとの療養期間が終了。PCR 検査で陰性だった田村雄久氏。 平松賢人も自宅待機期間が終了し、3日から活動再開することを報告。辻本達則は5日から活動再開。2021年7月発売のニューチャレンジャーから、ユニバーサルミュージック内のバージンミュージックから、USM ジャパンへレーベル移籍する。2021年8月13日をもって、前年より活動休止だった。 土田匠が脱退する。現メンバー、元メンバーともに、一期生のみを記す。研究生及び、別プロジェクトのメンバーはここでは扱わない。結成時は、中学生から20代後半まで幅広い、年齢層の約60人のメンバーが在籍し、メンバーを18歳以下のアンダー18、それ以上のオーバー18と区分していた。子役出身者やモデルなど、 芸能のキャリアを有していたメンバーもいたが、前日のように、オーディションを応募者のほぼ全員が加入に至っており、ほとんどが歌、ダンス、演技などは未経験の者たちで指導したユニットである。公演が始まった2010年10月までに加入したメンバーにはエントリーナンバーがあり、公式サイトの生記載順などに使われていた。このナンバーを使用する機会はなくなっている。加入時期の後に、 星印がついているのはイケメン名古屋からのメンバー。公式サイトの記載順。13人編成になる以前は、脱退に関して公式にアナウンスがあったことは、ほとんどなく、報告があったのは2人だけである。過去に2人が卒業と言及されているが、メンバーによって、ボーイズメンに卒業というシステムはないとも、語られている。 劇団、ボーイメンへ移動ボーイズメン研究生に加入脱退に、関して公式に報告のあった元メンバー脱退時事順。その他の、主な、元メンバーヤンケイ語は、第2弾公演、ホワイトタイツのメインキャスト5名によって結成され、ボーイズメンのヤンキースタイルをグループ全体より先に体現した派生ユニットである。公演が始まった二0 1年八月から、 ヤンキー5人組として活動しているが、正式な結成日は明言されていない。ホワイトタイツのプロモーションの一環として、ヤンキー5人組をユニットにして、CD デビューする案が拡策され、シングル、バリバリ、ヤンキーロードが、ボーイズメンの CD デビューとなった。CD デビューの頃までは、ユニットの呼び名も、ヤンキー5人組であったが、誠が結成されたことにより、 こちらにも正式なユニット名を付けることになり、事務所スタッフのそのままヤンキー語でいいんじゃないという発言が採用された。英語表記のヤンケー語が最初に使われたのは、セカンドシングル、変わらないストーリー、レディレディである。誠はヤンケー語の弟分とされる派生ユニット。2012年2月16日結成。ユニットとして成立したのはヤンケー語より、 誠の方が先である。爽やかで、硬派な高青年のユニットで、誠として活動する際には、学ランの衣装を用いない。2012年1月、ホンダを中心に、全 s カンドミュージックライブに出演する、若手メンバーによる、非公式ユニット、チームフレッシュが結成された。2月16日、ホンダ、イサム・ショウ、平松。 した、若菜の5名が正式な派生ユニット、誠のメンバーとなった。7月28日、両 A 面シングル、変わらないストーリー、レディレディの1曲、レディレディで CD デビュー。2013年4月26日に、吉原が加入し、6人組となった。谷口は、ホンダをリーダーにした理由は、起点が聞くなどまとめ役としての能力を評価してのことであり、 吉原らを加入させた理由は、誠はチームワークも良く、いいチーム。ただ花がなかった。そこに、テーストの違う吉原らを入れることによって、変化を狙った。と明かしている。2012年から2015年の間、名古屋テレビ等の PR キャラクターを務めた。その他に、情報番組、マチバル MC などで活動する。2016年3月末に、若菜が、 ボーイズメンを脱退し、誠も5人組となった。その同時期から本田平松、吉原の3名は、後日する第7学園合唱部のメンバーともなる。2019年に、ユニット単体でのシングルのリリースとコンサートツアーを行った。チームェイスは、もともとは2012年5月に行われた、イベント上での1日限定ユニットであったが、 当時ヤンケイゴと誠に所属していなかったメンバーすべてが参加し、ライブイベントで活動するようになったユニットである。チーム S の S は、イベントの中心人物であった佐伯の S と説明されている。13人編成時のメンバーであった佐伯と吉川は、その時期からメンバー総出演とされたメディア出演や企画から外されることが多く、 CD ジャケット写真に載ることもなくなっていた。劇団が肌上げされ、NDP スタジオが閉鎖された2014年、秋頃からチームウェイスの活動は少なくなり、ほぼ自然消滅となった。ユニットでのオリジナル楽曲は持っていない。メンバーの挙集は以下の通り。No IDEA は2013年2月に行われたホワイトタイツ2名古屋本公演人気投票において1位2位を、 獲得した田村と田中によるユニット。結成が決まってからしばらくは、シュンタムというかなで活動し、5月28日に、ノーアイデアイコール全くわからない、見当がつかないという意味から、未知数な二人の今後の可能性に期待を込めてと、正式名称が発表された。ファーストアルバム、ヤンキーロードでオリジナル楽曲、スタンダップを発表。10月、 スタジオライフの俳優らと共演した舞台、鍵で主演を務めた。2014年に NDP スタジオが一旦閉鎖された後のノーアイディは年に1、2回ほどライブやイベントでスタンダアップを披露する程度の活動になり次第にそれもなくなっていた。2019年11月に田中がボーイズメンを脱退したことを受けて田村はブログに田村はずっと ノーアイデアですから、と、ノーアイディーイエ A エに触れた。第7学園合唱部は、CBC ラジオの番組、ボーイズメン A 第7学園男組から、派生した、本田、平松、吉原による3年組ボーカルユニット。このユニットでは、本田は、高文、平松は、ケント、吉原は、マサトと、名のローマ字表記が、活動名になっている。 2016年3月7日放送のボーイズメン A 第7学園男組内で結成を発表しボーイズメンとは別の活動をと明言した。2016年5月19日メンバー自らが全曲の作詞を手掛けたミニアルバムチキンで CBC ラジオのレーベル AR レコーズから CD デビュー。 舞台公演とライブイベント出演が活動の中心であった頃に、この他に多くの非公式ユニットが作られた。辻元達則と水野勝るの漫才コンビ、ブルークレヨン、田中俊介、辻元達則、水野勝るによるユーストリーム配信出演のユニット、チーム U、ー、本田剛文と吉原がとの漫才コンビ、ホワイトダルビッシュなどがある。これらのユニットは、 No IDEA や TeamS と同じように NDP スタジオが閉鎖されてからはほとんど活動がなくなっている。旗揚げ公演ストレートドライブは自動車工場を舞台に友情を描いた作品。自作以降はコメディ路線に傾倒するがこの舞台はシリアスな作風であった。この舞台設定はプロデューサーが自動車会社のスポンサー獲得を狙った意図もあった。 田中俊介と共に主演を務めていた小林豊は公演途中から外部舞台出演のためにボーイズメンの活動から離れた。大吉総太郎や水野勝も主演を務めている。この公演では舞台上演と合わせて新メンバーを募る公開オーディションが行われ、本田つ文、吉原正人田村雄久氏らはこのオーディションを経て加入した。この公演は 映像商品化がされていない。初期の楽曲、チャンスフォーチェンジ、We Never Give In, Up, I だから、などはこの公演で用いられた。公演タイトル曲、ストレートドライブは2017年にボーイズメン、研究生がリリースしたセブンスシングルの収録曲として初めて CD 化された。第二弾公演、ホワイトタイツは大学寸前のヤンキー集団が バレエに挑戦するという内容の青春ドラマとヤンキーものの要素を合わせたコメディ。ストーリーは我ら青春からファッションは B、バップハイスクールからヒントを得ている。ヤンキーや学ラン、派生ユニット結成や CD デビューなど、その後のボーイズメンの活動やスタイルの基礎となる作品である。主演は水野勝る。 水野を主演に起用した理由について、谷口は僕のイメージするヤンキーは線が細い。さらに背が高ければなおよし。水野は見た目がそのイメージそのものだった。と述べている。制作発表時のメインキャストは、水野のほか田中俊介、奥吉壮太郎、吉原正人、小林豊、本田剛し分で、前作と同様に評価によって、 キャストの入れ替えを行う方式で上演された。オッキツの配役は、田村祐久が、吉原の配役は、辻本達則が、小林とホンダのダブルキャストは小林が中心になり、メインキャスト、ヤンキー5人組のメンバーが、後の夜景後のメンバーに固定された。CBC ラジオの冠ラジオ番組タイトルに、使われた、第7学園という名称は、この作品に由来する。デビュー曲、 バリバリ、ヤンキーロード、初期の自己紹介ソング、ファイトファイアは、この公演の劇中歌である。ホワイトタイツは何度も再演されており、後輩グループが上演するプログラムとしても、続けられている。2014年は、当時、2期生と呼ばれていた、ボーイズメン研究生と共に再演。2016年と2017年は、ボーイズメン研究生による再演に出演。 2018年2月、常設劇場 BM シアターのコケラ落とし公演として、ボーイズメン研究生、ボーイズメンエリア研究生と共に再演、メンバーのほとんどが初演時のキャストを演じた。この公演には、元メンバーの越川光雄も出演した。11月にボーイズメンエリア研究生を中心としたキャストによって上演された。公演の場を、 サンシャインスタジオからマジックシアターに移して上演された第三弾公演。ホワイトタイツ2はヤンキーたちがエリート学生たちとミュージカルに挑戦するという内容の作品。中世を舞台にしたミュージカルが劇中劇として披露される。主演は水野勝。る。この作品の上演時はメンバーの脱退、加入がほとんどない時期で配役は固定されていた。 名古屋本公演において人気投票を開催した。13人編成時代に上演された第4弾、公演、リターナーは幕末を舞台にした作品。前作までのミュージカルとは異なり、オープニングとエンディング以外はすべて芝居という構成である。毎回キャストを入れ替える方式で上演された。テーマ曲、リターナーと劇中歌、ひとひらのネが火は、フィフスシングル。 リターナーとしてリリースされた。2017年に妹分グループ乙女ボタンによって上演。2019年にボーイズメンエリア、研究生によってリターナー、僕たちの幕末遺言として上演された。個人の作品については、各個人記事を第七学園合唱部の作品については、ボーイズメン A 第七学園男組をそれぞれ参照のこと。個人の出演。 数名での出演であっても、個人での出演に該当するものについては、各個人の記事を参照。この節での小林は、すべて小林豊かのことを表す。ドラマバラエティボーイズメンは、結成時からウェブサイトやイベント会場で人気投票を実施し、その結果を舞台出演者の選出などに反映させていた。定期公演が始まった後も、人気投票は続けられた。 タイは発表圏外を表す。ボーイズメンには、1期生以外の者が所属する、プロジェクトやグループが存在する。これらのグループやプロジェクトのほか、同じフォーチュンエンターテイメント所属の女性グループ、乙女ボタンを呼び、そこから派生した、小野小町は、ボーイズメンの妹分という位置づけである。この節では、表記簡素化のため、公式サイト等を以下のように表記している。 ありがとうございます。